本日紹介させていただくのは上戸彩さん。素晴らしい方ですね。上戸彩さんは、上戸彩はオスカープロモーション所属の女優です。既婚のため本名は五十嵐彩と言います。1985年に東京都練馬区で兄2人がいる3人兄弟の末っ子として生まれました。両親は父親が北海道出身、母親が沖縄県石垣島出身です。芸能界デビュー直後に両親が離婚しているため、兄弟と共に母子家庭で育っています。幼少期は練馬の光が丘団地に住んでおり、かなりの貧乏生活を送っていました。中学時代には月給15万円程度の稼ぎであった上戸彩が家族4人を養っていたこともあるそうです。デビュー曲がバイブでは、オワスタのオワガールが代表作で終わってしまったのも仕方ないでしょう。 Z1 としては鳴かず飛ばずでしたが、個人としては2000年に江口洋介主演のドラマ涙を拭いてで女優デビューして以来、厚生労働省のキャンペーンポスターに抜擢されるなど、順調に仕事の幅を広げていきました。高校は芸能人御用達の堀越高校トレートコースに進学します。 CM 出演本数の多さは圧倒的で、タレント CM 起用者数ランキングでは2004年から3年連続で1位を獲得しました。2020年、人気ドラマ半沢直樹で主人公の妻である半沢花役で本格的に女優業を復帰し、熟した感じのいい感じに具合を見せてくれました。最近では深田恭子や綾瀬はるかのように30歳後半になっても水着おっぱいやセミヌードを披露してくれる女優も増えています。これからも上戸彩さんの活躍を期待しましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは女優、アイドル、モデル、有名人などを紹介しております。よかったらチャンネル登録お願いします。